はい、皆さんこんにちは。今回は選挙特別番組の疑惑についてです。4月9日統一地方選挙開票速報です。20時、やっぱり出ました。当選が確実です。20時か確実です。選挙と市政令指定都市の市長選挙は、まあ、毎回の選挙同じようにやってますが、当選確実が出ました。20時で投票締め切りです。9つの知事選挙は全て当選確実となっています。確実だそうです。このうち全て出口調査です。まずは全国で唯一与野党の全面対決となった北海道知事選挙、与党などが推薦した現職の鈴木直道さんの当選が確実になりました。これは全て出口調査で、投票用紙はまだ箱に入ったままで開票所に移動もさせておりません。鈴木さん本人の姿はこの角度からは確認できません。鈴木さんは新型コロナ対応では政府に先駆けて北海道独自の緊急事態宣言を発出するなど注目されました。北海道知事選挙、無所属の現職鈴木さんが2回目の当選を確実しています。まあ、毎回言っておりますが、8時に締め切った20時に締め切って1時間かけて開票所に移動させて9時から開票作業します。知事選挙は現職の、でそれから仕分けをして機械にかけてまた人のチェックがあって、で徐々に票数がカウントされていくんですが、こちらは大阪維新の会11時ぐらいですかね、票がやっとカウントされ始めるのが、で当選確率が決まるのは深夜なんですね。それがもう20時で決まってる。そして市長選挙テレビでは、失礼しました、横山さんが当選を確実にしています。続いて自民党内の支持が分かれる保守分裂となった2つの知事選挙。奈良県知事選挙は日本維新の会の新人山下誠さんの当選が、皆さんが入れた投票用紙は初めて維新公認の知事が誕生、開票作業を箱から出る前に徳島県知事選挙はすでに決まってしまってる、毎回不思議な選挙で、遠田正純さんが初めての当選、出口調査も実際受けてない方多いんじゃないでしょうか。こちらは奈良県知事選挙で初めての当選が確実になりました。まあ一応やってるといえばやってる程度なんじゃないでしょうか。その程度の出口調査で毎回20時に、必ず20時にきっちりと当選確率が出ています。維新の山下さんが制しました。これで大阪以外で初めて維新公認の知事が誕生されたことになりました。これは NHK なんですけど、他の番組はそれぞれ独自の出口調査やっていて、それぞれで出口調査で頭角を出していますが、それらはすべて同じく一致してるんですね。どのテレビ番組も。残る4つの知事選挙ではいずれも現職の当選が確実になりました。神奈川県は黒岩さん、まあ確かに神奈川県の知事は今回4名立候補していて、鳥取県は平井さん、なかなか誰に投票したらいいか迷うような候補者の面々でしたが、続いて大阪市以外の政令指定都市の市長選挙です。いずれも当選確実が出ています。札幌市は現職の秋元さん、20時に現職の本村さん、開票速報が出る理由っていうのは、静岡市は新人で元静岡県知事の翌日の新聞に間に合うからであると、私はその疑いを強く持っております。元課長の中野さん、広島市は現職の松井さんです。翌日の新聞に間に合って、で翌日も新聞で一気に政治部の中田デスクとお伝えしていきます。同じように当確者を出して、9つの知事選挙と6つのでテレビではもう20時に全て出して、でラジオも同じく足並みを揃えて当確者を全部出して、もうそこで一気に決めてしまおうと、そういう狙いであると、その疑いを強く持っております。緊急事態宣言を出した現職の鈴木さん、2回目の当選を確実にして与党側が勝利をしたという格好になりますね。はい、で大阪のダブル選挙、まあ、大阪いわば維新発祥の地とも言えるんですが、で出口調査をどのくらい、どのくらいのこの規模で行えば20時に当確を出せるのかとか、そういう基準が曖昧です。いずれも維新が勝利と
こういう形ですね、はい、まあ、例えば去年の参議院選挙はその小選挙区と比例が同時並行しているような、まあ、あの複雑な選挙で、そういう時でも20時に確実に投下を出しているのは自分はすごい、この本当にどうやってやってるんだろうかと、あの不思議に思っておりました。可能性あっただけにですね、自民党にとってはちょっと手痛い敗戦かなというふうに思います。この毎回20時の報道ですね、こうした知事選挙などと合わせて、まあ、私としてはそろそろ我々有権者は目覚めるべきではないかと思っております。議員選挙ですね、行われましたけども、これなぜその注目されるかと言いますと、せっかく投票所に足を運んで基礎体力1人1票しか出せない票を書いて投票箱に入れても、その投票箱が開かれる時にはもうとっくに決まってると。開票作業の意味ってなるんでしょうか。で、あの昔は20時に出せなかった、深夜に決まってたというところで、なぜ20時に報道できるのかっていうのは、その出口調査 の、まあ、統計学というようなことを、まあ、よく反発で言ってきますが、その統計学もどういうふうに、まあ、あの進んだから出せるのかとか、そういうのは曖昧ではっきりとした説明は聞けていません。で、その最先端の統計学を駆使して、で、まあ、手間をかけて一生懸命20時に間に合わせたような、その20時の当確っていうのは我々のための事情じゃないんですね。私は翌日の新聞に間に合うためだと思ってますが、我々は20時のその投票開票前の当確は望んでいません。一生懸命頑張って手間をかけたその当確ですね、出した当確が我々のためでないというところで、結局は何かおかしいんですね。この当確の報道っていうのは、この決定的な不正選挙の証拠になり得る可能性があります。皆様と一緒に不正選挙について考えていきたいと思います。まあ、とりあえず以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。はい、こちら私が作った図なんですけど、20時に開票速報を出す理由は、翌日の新聞に間に合うためだろうと考えております。新聞、テレビ、ラジオがもう全部決まったということで、で、さらにそれに連動する政治家が一緒になって、まあ、受け入れて、で、我々はそれに囲まれた中で、もうそれを認めざるを得ないということで、で、またもう、はい、では次の選挙というようなことを繰り返しているように思います。皆さんと考えていきたいです。